劇ビフォーアフター、とっさ家のセルフリフォーム、2023春からの奇跡。外観は至って普通です。わかりますか？なぜか前の持ち主は白が好きなのか、一面白く塗ってあります。本来は脱衣所ですが、洗面台が真ん中にあります。2つの部屋を無理やり1部屋にしています。白く塗るのもすごく適当に塗ってあります。台所は地震のせいで斜めになっています。前の家は斜面にあり、急な階段を上り玄関でした。現在は大丈夫ですが、先のことを考えると上り下りが大変だと思い購入に至りました。私たち姉妹も引っ越しだにゃ。まず傾いたキッチンの床を直していきます。匠のとっさは昔東京でインテリア系の仕事をしていました。こんな感じの模様です。お水が使え生活できますね。アナミズワンを見ながらコーヒータイム。次はリビングの天井の処理と床の張り替えです。平面にするため処理をします。天井は完成しました。次は床ですね。
柱を削り配線を通しました。屋根裏にも上がり配線しました。購入した家には結構大きな空き地があり、駐車場にするため業者に頼み工事してもらいました。次は床を張り替えます。枠組みを作り、緩衝材を引き、その上に床板を並べていきます。壁紙も張り替えます。ほぼ完成したリビングです。壁紙は暗くなると光ります。模様がぴったりと合いました。匠とっさは奇跡だと。ドイツ製の模様です。なぜかベースが完成祝いにサプライズを思いつきました。引っ越しも近そうですね。6月某日にゃ、今日はにゃ、完成祝いで知り合いがにゃ、集まりバーベキューパーティーにゃ。彼女は今どこかな。未来のドラマー演奏してくれました。ウクライナから来たバレリアがギターを弾いてくれました。航空学園で勉強しています。Thank you.
レスポールは完成祝いのサプライズプレゼントです。ここから匠とっさのリフォームの全容を紹介です。地震のため傾いた床、匠の手で水平に戻りました。なんということでしょう。匠の手で IH ヒーターが取り付けられました。ドイツ製の模様入り、壁紙は至るところのアクセントに。元は無理やり一間にされた部屋でした。マリア様が見守っています。ドラム、ベース、ギターが揃いました。トイレも張り替え、変な位置の洗面台も、直り床も張り替え。なんということでしょう。フランス絵画が貼られたトイレと浴室。エントランスの様子です。エアコンが効き快適な室内から外に出てみましょう。たくさんの人にお祝いされました。外壁もグリーンで塗られ良い感じですね。匠とっさ、一人でリフォームお疲れ様でした。帰ったにゃー。